はい、今回はね、ファントムオブキルというゲームの、初めてのプレイです。立ち上がったらね、結構かっこいいですね。かっこいい感じのアニメが始まって、かわいいお姉ちゃんが出てきてね、はい、なかなか、凝った感じで、これは面白いかもしれない、期待できるかもしれないっていう感じのスタートっすね。音楽もかっこいいっす。シミュレーション RPG というジャンルだったのかな。ただなんかね、同じ顔のお姉ちゃんが2人いたような気がするんだけど、まあとりあえずこんな感じでアニメが始まって、やっぱり同じ顔だよね。双子かなんかっていう設定なのかな。まあ、とにかくこういう感じで、はい、そろそろ始まるっす。よく息が続くなぁ。スタートでございます。さーてと、で立ち上がると、あれ画面横だったね。今度縦替え、よし、スタート。はい、同意する。ういで、あれ、あ、よし、あ、ダウンロード開始か。初回ダウン20分ぐらいかかるって。これがね、はい、もうひたすらタップして石をゲットしなきゃならないんで、タップしまくりましたと私は。今ね、もう数倍速のスピードで送っておりますけれども、1300回以上タップしてですね、はい、でまた、はい、もう皆さんがあのアニメ見るための、楽しむために、早送りしてます。また画面横になって、はい、縦になって、忙しいわ。縦にしたり横にしたりぐるぐる回して、それで、またダウンロード。なんかダウンロードが多いっすね。お、ようやくあのシミュレーションになってきた。まずは手前が、背中向けてる側が自分ですね。で選択して行きたい場所に行かせてって、で隣あったら、あれ同じ顔だ、隣あったら戦わせることができると、でなんか名前も同じなんだけどな、なんでだろう。それで、あ、また横にしてアニメ。ああ、忙しい。アニメを見たい方のために早送りでお送りしております。そして、はい、名前を入力します。8文字までだったんで、4文字にしました。で仲間が増えて、はい、スタート。今度はね、あの、弓の人と銃の人と回復役が1人加わりました。はい、ただね、はい、よし、こんな感じでやっつけて、はい、やっつけて、はい、やっつけ、どうした。でステージクリアなんだけれども、まあ、とりあえず仲間を増やしましょうと。でここからまたね、実はダウンロードが始まったので、今回はこれで終わりにしておきます。はい、大変でした。よかったらチャンネル登録お願いします。それではまた。